クルブデフトボルフエンラブラダサットは、マドリード州マドリード県フエンラブラダに、本拠地を置くスペインのサッカーチーム。2021から22シーズンは、セグンダディビシオンに所属。1975年、CF サンエステバンと AD フエンロブラダの併合により、クラブが創設された。1985から86シーズン、クラブ史上初のテルセーラディビシオンを昇格を果たした。 九百九十三から九十四シーズン、テルセーラで二位になり、実質三部のセグンダディビシオン B へと昇格するも、その後は三部と四部を行き来する。二千十一年、それまでプレイしていた、エスタディオラールデウーラから、エスタディオフェルナンドトーレスへとホームスタジアムを移転させた。このスタジアムの名前は、フエンラブラダ出身のフェルナンドトーレスにちなんで、つけられたが、トーレスの、このクラブでは、 プレー経験はない。2019年6月2日、セグンダディビシオン昇格をかけた昇格プレイオフで、レクレアティーボ・エルバと対戦し、2戦、合計4から1でクラブ史上初めての快挙となる2部昇格を果たした。10日後、ラシン・サンタンデールとのリーグ戦で2-1と勝利し、セグンダディビシオン B 優勝を飾った。10、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。